はい、皆様、だらしなまーちゃんねるのまーちゃんです。今日は、動画を何本かあげようかと思って頑張ってます。で、動画第2弾、まーちゃん、ミレーナを入れ替えてくるの巻です。はい、ミレーナが保険適用になって、多分もう今ぐらい、もうちょっと前の方だと何回かもう入れ替えてるかもしれないんですけど、保険適用になって、そんなに主流じゃなかったんで、前は。多分そろそろ入れ替えの方がいっぱいいるのかなとは思ってます。で、私もその中の一人なんですけど、ミレーナ入れ替えてきました。はい。で、まあ、この動画は、ミレーナ入れ替え、結構ね、検索しても出てこなくて、ミレーナ入れ替えたらどうなるのとか、ミレーナの入れ替えってどうなの？どうなの？って、めっちゃ知恵袋とかで検索することとか、あと、アスクドクターって知ってますかね？なんか、あるんですけど、それも私登録してて、それでミレーナ交換とか、めっちゃ検索してたんですけど、もう、交換に行ってきました。なので、もう、検索せずに、この動画で今悩んでいる方、ミレーナを入れ替えるのに、なんか怖い、どうなんだろうって思っている、そこの女性の方々に向けてお話をしたいと思います。はい。では、ミレーナ、どういうものかっていうものは、ことは、検索してください。いっぱい情報は出てきます。まあ、益若つばささんが入れたことですごく有名になったんですけど、私は益若つばささんが入れる前からミレーナを入れてました。で、ちょうど今回入れ替えの時期で、本当はね、5年有効なんですよ、ミレーナって。で、5年有効で、その5年経つちょっと前ぐらいに、4年と何ヶ月かの時に入れ替えるのがちょうどいいらしいんですけど、私ですね、もう障害者手帳2級を取ってて、ミレーナを入れた時は障害者手帳を持ってなかったんですけど、障害者手帳2級を取ったんですよ。で、まあ、ちょうどその更新の時期に当たってしまって、なんかこう、医療費がかかっちゃうなと思って、で、行かなかったっていう、まあ、後から、行ってもよかったんですけど、まあ、後から戻す、その役場に行く手続きとかがちょっと億劫だったので、まあ、いいやと思って、そのままちょっとステイしてたんですよ。で、手帳出来上がって、医療受給者証っていうのが、あるんですけど、それを持って、ミレーナを入れ替えに行ってまいりました。はい。で、手帳の話はね、またしたいと思います。はい。で、ミレーナ入れ替え、まずどうだったかというとですね、抜くときは全く痛くありません。ご安心ください。本当に、スルッと、抜けました。抜けたかどうかもわからないぐらい。で、入れるとき、5年前に入れられた方、時の痛みと変わりません。一緒です。で、まあ、そこまではいいんですよ。で、その後ですね、私入れ替え終わって、まあ、やっぱりちょっと、入れ替え、まあ、ミレーナをこうね、出して、また入れてっていう作業をしたので、婦人科さんで。やっぱりちょっと、下腹部がシク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 して、ちょっとね、辛いっていうか、あんまり動き回れないなと思って、寝ておりました。で、まあ、寝てたは良かったんですけど、家に帰って、ちょっとトイレに行ったらですね、すっごい量の出血してたんですよ。もう、
ショーツがね、真っ赤っかになるぐらいの出血。もう近年稀に見ぬ出血にびっくりしまして、急いで病院に電話をしたんですよ。で、病院に電話をして、そしたら、やっぱりミレーナの、入れ替えの時に、子宮だったり、なんかちょっと傷がつくらしく、それによる出血というお話でした。で、それが、まあ、長引いたりとか、あまりにも出血の量が多くて、もうなんか止まんないとか、もうそういう状態だったら、もう次の日もすぐに来てほしいって言われたんですけど、ものの、1、2時間で止まりました、出血。まあ、怪我したみたいなもんだったんですよね。で、あ、よかったよかったと思って、で、まあ、そんな感じです。ミレーナを入れ替えた後、まあ、その人にもよるかもしれないですけど、私はすごい出血しました。はい、びっくりするぐらい。で、でもちゃんと止まってくれました。で、それから、ミレーナを入れてから、1回目の生理が来たんですけど、ですね、ちょっと辛かったです。これも本当に人によると思うんですけど、入れ替えられた方で、もう全然何ともなかったっていう方もおそらくいると思うんですけど、私の場合、多分、5年と数ヶ月、経ってたので、なんか、多分ミレーナの効果が、ちょっとこう、薄まってたところにさらにこう、こう抜いて、新鮮なミレーナを入れたせいか、生理痛が、ちょっと本当なんかもうロキソニン飲まないでもいい程度ぐらいの生理ちょっとシクシク痛っていう痛いとまではいかないけど、ちょっとなんか下腹重いなみたいな感じで、出血の量もなんかそのミレーナがもう入れてもう2年目3年目とかのもうめっちゃ絶好調に効いてる時の出血量、もうほんとちょろっとかもかすめるとかそんなんじゃなくて、割と出ました、出血が。でも、そんなに、なんだろう、もうナブキンが、真っ赤かとかになる程度ではないです。もっと少ないんですけど、あ、結構出血するなと思って、まあ、でもなんか、また今度、病院に行くので、そのことに関しては、まあ先生に聞いてみようと思います。ただ、まあ生理来て、それでダラダラ続いてたら、ちょっと気にしちゃうんですけど、まあ、7日で終わったので、まあ、そんなもんなのかなと思ってます。はい。で、まあ、この動画見てる方とかで、体がんの検査しなかったのって思うかと思うんですけど、体がんはですね、私が拒否しました。拒否したというか、先生に、まあ、入れ替えの時に、体がん検診するって言われたんですけど、最初はするって言ったんです。で、だけど、まあ、ミレーナ抜きました。で、また痛いのが、また、なんかこう、要はその後、体がん検診とミレーナを入れるので、2回痛いことが待ってるんですよ。で、先生、まあ、超音波入れ、超音波で子宮の内膜を状態見てて、で、先生に、先生、内膜見て、体がんの感じしますって、体がん検診の必要ありますかって言って、言ったら、先生が、まあ、やらなくてもいいんじゃないっていう、まあ、私が、ただ、なんかまあ、なんか不心配症だから、先生は、まあ、声をかけてくれただけで、まあ、別にやらなくてもいいと思うよっていうので、まあ、私も、もう痛いの嫌なんで、って言って、で、しかも子宮体がん検診も一緒にやると、なんか、感染のリスクが結構上がるらしくって、ミレーナ入れ替えの、要はその、子宮内膜の細胞をかって引っかいてくるんで、感染がちょっと心配だからっていうお話中、そういうのもあって、もう、じゃあもう、やらなくていいですって言って、やらなかったんですね。で、まあ、でも、今度、
あと5年後の時に、まあ、はやろうかなとは思ってます。45歳になるので。で、まあ、でもまあまあ、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと1回目の整理は、ちょっとしんどかったなっていう。で、まあ、ミレーナ入れてる方いて、まあ、きっといろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、私の場合はこうだったっていうお話です。まあ、無事ミレーナ入れ替えしまして、で、整理も、ちゃんと、まあ、ちょっと辛かったけど、まあ、7日間ぴったりで終わったので、まあ、ちゃんちゃんっていうお話でした。安心してください。大丈夫です。で、もしね、何かあったらちゃんと病院へ皆さん行ってください。ということで、まっちゃんミレーナ入れ替えるというお話でした。ありがとうございます。